王式風流レッドストーム今私の視界いっぱいに広がるユートピア平原は火星最大の盆地であり太古は海だった海中はさまざまな原生生物にあふれる楽園で中には高い知能を生かし繁栄した種族もいたらしいそんな彼らがどうして絶滅してしまったのか巨大隕石の衝突による急激な気候変動 海底火山体の噴火による著しい環境破壊、進化しすぎた社会による生態系の崩壊、いろいろな学説を確かめる中で、あまたの魅力的な生物たちと出会ってきたが、中でも私が無償に引きつけられたのは、レッドストーム。ギラつくコウリンをまとって、巨体を覆うほどの体力を踊らせ、滝のような水しぶきを巻いて深海から上空へと飛翔し、周囲数キロにまで轟く激風を吹かせる姿は、 大式風流と呼ぶにふさわしい神聖な荘厳さだったろう一度でいいから生で見たかった遠くからでもいいからその雄たけびを鼓膜に響かせたかった幼い頃からそう思ってきたしかし無念にも同じ時代を生きることができなかったわけだからこの願いも叶うことはないできることといえば赤茶けた大地を泥臭く掘り上げサルベージした化石を組み上げた骨格標本を イマジネーション豊かに眺めるのがせいぜい。これが考古学というものか。口惜しい、情けない、息苦しい。HDOE モバイルで6次元までくまなく探索したが、彼らの存在はどこにも見当たらないのだ。しかしなぜか、どうしても納得できない、いないと理解しているのに、いるような気がする。なんとも言い表しようのない気配を感じるのだ。魂の揺らぎ。 とでも言おうか得体の知れぬうごめきが今日もこの火星全体を生々しく漂っているもはや数えきれないほど多数に及ぶ生命感が命とはそういうものではなかろうか基準は物質的に存在するか否中かでもなければ繁殖や自己複製の能力を持っているか否中かでもないまた様式をもとに分類できるものでも検知できるか否中かでも説明できるか否中かでもない 一人の学者として私はそう感じる。学者としてはアナーキーかもしれないが、アナーキーだからこそ学者だとも言えよう。この澄んだ概念で改めてユートピア平原を見つめ直してみると、あることに気づく。いると、見えてくるのだ。彼らが群れをなし飛び回る様が、重低音を響かせて地面へ降り立つ勇士が、生まれたばかりの子供を見守り育てる家族の温かみが、 そして一生を餌りゆく静けさがその様子は私たちのそれと何ら違いがない我々と全く同じ感性で時を刻み続けているのだこの実感を世間的にどう立証すればいいかはまだ見いだせていないが必ず解いてみせるこの親ンと生身で向き合い続け誰もがそうだと受け止められる論として良い放つことがこの道を選んだ私自身への この命を授けてくれた父と母への甘酸っぱく美味しい贈り物。レッドストーム。君は今そこにいるよね。今僕を見た。瞬きをして鼻を鳴らした。僕にはわかるよ。あの時と一緒だ。幻なんかじゃない。本当に目の前にいる。すぐそこに。みんなにも見てもらえるように。いつか必ずそうしてあげるね。約束するよ。 おやすみ。ME25 年4月1日。ユートピア平原。生物・考古学者タージリー・フヨードロビッチ川へ。